さて、今日は、ハムストリングスと内転筋の柔軟性、これはちょっとラインが高いですよね、の説明をしたいというふうに思います。以前このビデオは見せたような気もするんですけども、説明はしてなかったですよね。今日は、まずこうやって開くことで、この後ろの筋肉ですね、ハムストリングス、大腿四頭筋、前の方の筋肉、裏側ですね、ハムストリングスと言われるのは、まず柔軟、こうされてます。そして、このまま立ちます。でこれはなかなか難易度が高いんで、本当はね、これはなんか座っててもいいと思うんですよね。で、こう立ちます。で、まだ、ハムストリングですよ。で、こう歩きます。歩くことによって、前の方に、今度は内転筋にストレッチがかかってます。そして、今度は後ろに下がることによって、ハムストリングス、これをつかないで歩きます。歩いて内転筋が伸びてます。内転筋からハムストリングス、絶対にこれをつかない、バランとつかない、こう伸びてます。内転筋、そしてハムストリングス、これを5回ぐらいやればかなり、スイッチかかってくるんじゃないかなっていうふうに思います。頑張って。 Good luck on your training!